はいどうも、ちーちゃんこと大津井のぞみです。ただいま12時半なんですけど、今からお昼ご飯を作って食べていこうかなと思い動画を回してみました。ぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。辻ちゃんねる。今日のお昼ご飯は先日沖縄に行っておりまして、沖縄で買った私ゴリ押しの、作るってほどでもないんですけど、タコライスを作って食べていこうかなと思います。で、タコライスがあんまり好きじゃないっていう子もいるので、その子たちはこちらの沖縄そばを作っていこうかなと思います。ただお肉的なものは買ってないので、もう麺だけなんですよ。とりあえずこれとこれを作って食べていきます。で、ご飯は今5合炊きました。最近5合ぴったりなくなります。1回のご飯。レタスを洗って多めにいきますか。千切りにします。もう嫌だよって。私ずっとタコライス食べてるよ。何人前いこうかしら、ラーメン。ラーメン、ラーメンというか、そう、きそか。セイ多分タコライス食べないかなと思って。沖縄で買ったうなぎなんですけど、言わないで。東京に行ってました。言わないで。沖縄のスーパーのが安かった。皆さんもスーパーで買えるんで。これね、うちらさ、ババたちとさ沖縄行っててさ、沖縄で買い物したわけ、ババと一緒にね。その時にこれを一緒に買ったの。今回の沖縄旅行、ババが先に東京に帰ってきたの。その帰ってきた次の日にババが東京のスーパーにいたらしくて、写真が送られてきまして、売ってるよと。いや、沖縄で買ったからこそ思い入れが入るの。いや、まあまあ間違いないよ、間違いないけど、しかも沖縄物産展の場所とかじゃなくて、普通に乾燥麺のところに売ってたらしいんだよ。マジかよと思って。でもこのタコライスも言ったらたまに売ってるんよね。なんかパイナンはもう焼けまくりで。でもコアも焼けてるけど、タコなんかやっぱり焼けてる。これ同じぐらい。これ編集でだいぶ白くしてくれてる。でいやだ。友達にお土産を渡しに行くので、1時半ぐらいに約束してるらしいから、急がないといけない。あれはいつできんの、あの舌をさ、タラダダダダダダダってやるやつ。タラダダダダダダ。そう、それ私できないんだよね。タラダダ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 ダ。タコライス3、え、何でも食べる？大丈夫です。え、食べないの？セイも多分タコライス食べないよね。セイはもう分かってんだ、私はご飯にベーコン焼けば気がする。そう、本当にそう。セイもハマったらハマるタイプで、もうそれしか食べないみたいな。本当私にそっくりなんですけど、ベーコンとご飯があれば今はいいらしくって、沖縄行ってもバイキングによく行ってたんだけど、いい値段払ってさバイキング食べるわけじゃん。なのにご飯とベーコンしか食べない、もったいなみたいな。沖縄そばは粉末スープの素みたいなやつを丼に入れてお湯で溶いて食べるらしいんだけど、もうめんどくさいから麺を湯がいたところに粉末スープを入れちゃう。ネギがあった方がいい？沖縄に帰ってきた次の日にスーパーに買い物に行ったので、食材はある程度あります。ネギもトマトもレタスもあります。いやー、爪を切った。ネギ入ってたじゃん。このスープにネギが入っとる。うわっ、ソーキそばだ。匂いがソーキや。あ、意外だ。めっちゃ麺多いやん。とりあえずタコライスかソーキそば。そばだって、せい。で、ベーコンはいいのかしら。そらはとっちゃんはタコライスとソーキのハーフ&ハーフです。寝坊効いてる？熱くない？なんか卵とか乗ってる？ネギを野菜多めでいいよね、こちら。レタスでいいと思うよ。美味しそう。せい、
紅生姜とか。あっちぃ、自分にいない。せぃご飯取りに来て。これ美味しかったらほら東京のスーパーで買えるから沖縄帰りだからうまいね。沖縄食好きよね、うちら。うん、ラッテがあるから。ラッテそうなの買い忘れた。なんで買わなかったんだろうか。タコライスも美味しそうよ。トマトもいっぱいの方が美味しいから。いっぱい切っちゃったからいっぱい乗せとこう。 OK じゃないでしょうか。そして私とタークの方はこのホットソースを全面にかけます。うん、うん、そっちゃんの余りのホットソースをいただきます。じゃんじゃん、美味しそうでございます。一応焼いておきます。絶対寒ないっていうか熱い。せーせー、全然ごめん。すごい美味しそう。ジーマミーどう。いや、あれ食べたら脳に怒られる。では食べます。熱っ。髪切りたいね。これかけたの。なんか付属のあったよ。いや、あれ必死だった。ちぃ、これやばい、伸びてきた。もう私タコライス好きすぎて沖縄で3回ぐらい食べてる。え、食べてみ。食べる前にいいよ、ね、モグタミン。モグタミンは使えない。いや、これ食べれたらめっちゃいいと思う。栄養価。かけすぎじゃない。どう、うまい。うまい？いただきます。チーズとか入る。ん？何それ。え？どっち食べる？ん？うん、トマトなしで。え？作ってくる？え？辛いの。じゃあちょっと食べてみて。いくらに？あ、肉した。いただきます。うまっ。もっとレタス入れてもいいかも。サラダ。これがうまいし。美味しいよね。あの空港のやつちょっとさ、レタス少なかったよね。タコライスって混ぜて食べるのが正解でしょ。混ぜないと。そうだよね。口がめっちゃでかかった。小中高生、野球少年全員。全員？人気だもん。スーパーマリオ特製のマリオ。ば、何のチャンネル？おお、して楽しそうなの。この早い方が楽しいよ。この早い方が楽しい。あ、打つのに。ブシュってやっていい。え、ここやだ。ここでブシュはやだ。こっちでやって、こっちこっち。こっちの絨毯はやだ。拭くんだよ、自分で。いいじゃないよ。せいがね、沖縄行ってる間に野球ができないっていうね、軽いストレスをね、感じてしまいね。応援見ては野球を お願いだからやらせてください。いや、じゃあママ拭くから。だから今日タークンの知り合いの野球をやってる人に教えてもらえるんだって。ちゃんと食べていいよ。うん、まず食べない。ちょっとでも肉が少なかったな、全体的な割合。もっと辛いよ。いい肉好きしてる、うん、力ありそう、うん、悪いやつがいると。見せて。怖い。こっち来て。何してんの。やばいね、やばいね。それは床の方に行って、床でやって。床床床。やばい、絶対あそこびちゃびちゃになるよ。やばい。暑い。沖縄は暑かったけど、やっぱ東京の方が暑いかも。ただ沖縄すごいジメジメしてた。ちなみにノアさんは海で髪の毛の色が抜け、この辺も結構伸びてたから今美容院に行っております。何色になるのか。ピンクじゃない。ね、ピンクかな。コアは何色がいい。白。白はやばくない。やっぱ赤。赤やばいね。やっぱ緑。やっぱ黒。やばい、お腹いっぱいになってきた。え、ビチビチやんか。
うわーやばい、絶対あそこびちゃびちゃになるよ。絶対あそこのこの窓が開いてるから絶対暑いんだと思う。そこ閉めて、そこ閉めて、閉めて。なんでそこ行って閉めれないの。ほんとやだ、ここが暑いんだよ。ここは割れちゃうかな。あーやだ、今更出てきたホットソース。偉いじゃん、全然足りてないよ。このあと今日は家でちょっと野球をやって、その後公園にもしかしたら行くかもしれないみたいな感じになってます。ちゃんと拭いて、最後まで責任持って。お腹がいっぱい、甘いものが食べたいけど何かあったかしら。とりあえず今日は特に予定もないので、せいの野球を見て、ノアの髪の毛のお迎えに行き、この動画をパソコンに映し入れ、こんな感じのゆっくりした日曜日。あら、ちょっとセットしてきた。やっぱ切ろうよ。長いね。長いロングです。この間切ってた気がするのに。うれちゃった。ほらここは足が真っ黒。私もそうだし、スター君もそうだけど、うちの子は日焼けしても赤くならないの。もうすぐに黒になるから痛々しさとかは全くないんですけど、日焼け止め塗ってたけど、コアは顔をプールにつけないでいたから焼けちゃうよね、やっぱり。でここで剥けちゃったんだけど、2日ぐらいで修正されたよね。早かったね。早かった、若さだなと思いつつ、ここにあれつけてみようかな。昨日のスイカ、スター君が一生懸命育てて昨日収穫したスイカがあるんだけど、それを私の3色でって言ってくれて、ちょっと切ってみようかな。どうなんだろう。前回はさ、これさ、切ったらさ、白かったのよ。白じゃんって言ってて、次はどうかしら。いくよ。あ、出てます。うん。私のスイカ。リフォー。はい、リフォー。いくよ。いく。いく。あ、俺のはいはい、俺のスイカ行くよ、うん、一発で行くよ、せーの、ドン。ちょっとちょっと赤くな、早かったこの間より赤いよ、ザクロみたい。何が違うんだ。でもみずみずしさはすごいよ。本当だ、めっちゃいい感じ。もうだってこのヘタが枯れてきたの。もうこれ以上赤くはならないじゃん。もうないね。バッシーのお家の動物さんたちに食べていただきましょう。残念。私はこれを食べます。じゃん、ベニーモノパイ。わー美味しそう。めっちゃいいサイズ。そしてめっちゃ晴れてきた。うまっ。ちなみにこれは空港で買いました。めっちゃ美味しいです。ぜひ皆さん沖縄に行った際はこれ、紅芋とパイが好きな人は行ってみてください。めっちゃ美味しい。はい、ということでこんな感じでゆるゆる動画でしたが、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。パパの投げ方の方が癖が強いよ、なんか。そして私はブログとインスタ、TikTok とアンディスタでもっと、おー、すげー、4歳児の投球です。パパ越しの黒くてさ、日焼け、おー上手、日焼けしてて甲が見えうわおー、おー、ナイスボール。はい、何度も言います。あはー、今のください。とりあえずこんな感じでめちゃめちゃゆるい動画だったんですけど、何度も言うよ、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、うぃ、ん、ー、この首は当たったら壊れるよ。そうだよ、壊れるよ、ガラス当てないで。うん、はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。エコアが見えないのよ。あ、見えた見えた見えた。強いんだよコアの玉。バイバーイ。